前件後日より、藤原豊成は、奈良時代の貴族。藤原南家、左大臣、藤原む丸の長男。官位は、十一位、右大臣。別名南場大臣、横吐き大臣。うどねり県表部大進むを経て、人気元年、聖武天皇の即位後間もなく、小六位下から二回昇進して、十五位下に助赦し、表部昇有に任ぜられる。 天平元年父、ムチマロラが主導した長屋王の変が発生するが、変後の少女には預からず、天平三年藤原四兄弟が全員苦行となり、藤原四氏政権を確立させると、翌天平四年にとよなりは、十五以上に除せられている。天平九年二月に二回昇進して、生五以上に除せられる。同年天年党の消滅によって八月までに、 父の左大臣、ムチマロをはじめ藤原四兄弟が休死して、藤原氏の苦行が不在の状況になると、豊成は藤原氏の氏の神となり、9月に14日下に除せられ、12月には三義兼表部教となり、一役苦行に列す。この後、正務朝後半の立花処刑政権下で、豊成は藤原氏の代表として偶されるとともに、処刑から信任を受けて、 政権の中で有力な存在となっていたと見られ、天平11年生4人た天平15年中3に中野言、天平20年中2位と順調に昇進するとともに、中英大将も兼ねた。この間、聖武天皇が頻繁に行行を行っているが、豊成は都合4度にわたって、平城系の留守司を務めており、聖武天皇の信頼が厚かったことが想定される。 正務長末の天平官平元年4月には、右大臣に任ぜられ、立花処刑と共に、左右の大臣として、大上官を主導した。同年7月に、後賢天皇が即位すると、弟の藤原中丸が、三義から一挙に大魔言に昇進して、痺れと、中栄大将を兼ね、光明皇后と後賢天皇の信頼を背景に、 急速に対頭し、中丸の県政は、両大臣である処刑、豊成をしのぐほどになる。この頃中丸は、兄の豊成を中傷、残言しようとしていたが、豊成の天性の資質が広く厚く、人々の集望を集めていたため、上ずる隙を得られなかったと伝わる。天平商法8年左大臣、立花処刑が残言を理由に致死したことから、豊成は、 大上官の主犯に立つが、中丸も大人格の守備内省に就任する。天平商法9年3月に、同僧が皇太子を廃され、4月に皇子選定の協議が行われると、豊成は中納言、藤原長手と共に、藤原氏の血を引く、塩焼き王を押すが、結局、中丸の指定に居住していた応用が立体視される。豊成が、 塩焼き王を推したことについて、塩焼き王と仲間の関係が悪くなかったことを考慮したなど優れた政治的バランス感覚とする評価がある。一方で、かつて塩焼き王は、聖武天皇によって流刑に処されたことがあり、選定時にその理由で不適格となっていることから、バランス感覚を否定的に捉える意見もある。 同年5月に、正二位に昇進するもの,の、の同年7月の立花なら麻狼の乱において、答え本中説から、無本の企てに関する報告を受けながら、後見天皇への相上を行わず、無本の露見後は、小野あず人の関門に当たるも自白させられずに、担当を外されるなど、事件の究明に努めなかったことを理由に、右大臣を罷免され、多罪因外卒に落とされた。 また、小野あず人は反乱計画では、駅霊と漁事を脱取後に、豊成を召し出して、指揮を取らせ、後見天皇の位を行う予定であったことを白状しており、豊成が、無本側の官人から好意的に思われていたことによる影響も指摘されている。いずれにしても、大上官の主犯を占める豊成に対抗意識を、燃やしていた仲間ろが、りあらば、 豊成を陥れようと絶えずその機会を伺っていた中で中丸暗殺を含む無本計画を知りながら最高責任者の右大臣として上層を行わず万ら対策を取らなかったという政治的なミスを犯したことが左行という結果につながったと評価されている。なお、普段より立花ならマロとよしみを通じていた豊成の三男。 藤原音忠も乱に組みしたとされ、日向城に左遷された。だが、豊成は抗議の意を込めて、病気と称して、南波にあった自分の別荘にこもったことから、多罪不意気は無期限延期状態となり、そこで8年間の陰遁生活を送った。天平法治8年中丸が、同郷排斥に失敗して廃止すると、立花なら丸の乱における、豊成の罪状は、 中丸による、偽りの中傷とみなされ、豊成は罪を許されて十一位。右大臣として政権に復帰した。同時に三男のとただも復権。翌天平神五元年十一月二十七日公挙。去年六十二。最終官位は右大臣十一位。中期のない者は、俗に本気による。中期のない者は、尊卑文脈による。ありがとうございます。